日本埼玉県埼玉市浦和地区浦和駅前と浦和パルコ浦和地区は埼玉県埼玉市南部の旧浦和地域や浦和駅周辺を指す地域総称。抗義には埼玉市の南部の旧浦和地域を指した地域名である。浦和駅周辺を指す場合もある。旧浦和地域の人口は58万7855人となっている。 最も人口が多いのは、南区の19万2017人で、浦和区、緑区、桜区と続く。なお、埼玉市を構成する旧大宮市域の人口は53万189人で、ある。旧浦和市と隣接する川口市は59万2614人で、旧浦和市域を上回る。江戸時代に浦和は、天領となり、 当時の浦和塾の中心地であった時は町に浦和御殿が設けられた。江戸から3番目の宿場である中仙道浦和塾は宿場町として栄えていたが、江戸から近すぎたため市街地はあまり広がらず、もっぱら街道沿いの高台に集中していた。その後、明治時代には廃藩地県により浦和に埼玉県庁が置かれ、1883年に、 埼玉県最古となる浦和駅が開業し、県都の町として、さらなる発展を続けた。入間県を編入して、川越が最も人口のある都市となったが、浦和も、県都と,として、各種行政施設のほか埼玉県市販学校を川切りに、旧西浦和高等学校などの学校が、次々と開設され、全国から優秀な学生が集まるようになり、 日本有数の文教都市へと発展した。1923年の関東大震災で東京や横浜は壊滅的被害を受け多くが浦和に転居し人口が急激に増加した。特に理災した文化人の多くが環境の良い鎌倉や浦和へ転居し鎌倉文史に浦和画家として有名になった。特に別所沼周辺には 住居やアトリエを構えていたこともあった。現在も画家は多く居住する。また、浦和駅からは出版業界の多く立地する都心へ、利便が良く、定住者は多かった。また、都心から近いうえに、完静な高立地も、相まって、現在でも首都圏有数の高級住宅地としても、発展し、県内最大の市民所得を有する。その後、木崎村、 矢田村を合併し地域を拡大した1934年、川越市、熊谷市、川口市に次ぐ、県内4番目となる、市政施行を行った。浦和市になってからも、小牧村、三室村、六辻町、土合村、大久保村、噌の村を合併し地域を東西に広げ、人口は50万人に迫った。鉄道も武蔵野線。 埼京線などの国鉄線が開業し、都内及び県内他都市と結ぶ鉄道交通も発達した。中でも埼京線開業とともに誕生した武蔵浦和駅周辺では開発が進んだ。さらに埼玉高速鉄道線開業後には浦和味噌の駅周辺でも大規模開発が始まり、現在も市街地を広げている。2001年5月1日、 浦和市、大宮市、与野市が合併し、埼玉市が発足。2003年4月1日には、埼玉市が、政令指定都市に移行し、旧浦和市域からは4つの行政区が誕生した。なお、大原6丁目、7丁目は、大宮区に、上、木崎1丁目の一部は新都心となって、中央区に属することとなった。 合併前の旧浦和市から合併後の旧浦和地域を通して様々な面から浦和の特徴を記す。住宅地の歴史に関しては浦和区住宅地としてを参照。浦和地区の中でも中心となる浦和区や南区には明治時代より東京都内へ通勤する医師や官僚、社長などが多く居住した。浦和区の年間収入1000万円以上の世帯が 占める割合は15.3%で、国内市区町村中13位となっている。また、市内の住宅地工事地下の上位1位から5位を、浦和区内で占めており、1位の高さ5は、東京23区内を除いて、国内で、最も住宅地地下の高い地点となっている。浦和明の星高等学校文教都市と歌われる、浦和のゆえんとして、伝統ある学校の存在が大きい。 1921年に国内20番目の管理高等学校として旧正浦和高等学校が設立され、文科理科よりなる修行年限3年の高等科が設置された。東京帝国大学への進学率は旧正第一高等学校に次いで2位の位置を占め、全国各地から優秀な生徒が浦和に集まった。その後旧正高校は、 新生大学に昇格九州されて埼玉大学となったが、旧西浦和中学校を前身とした新生埼玉県立浦和高等学校は公立高校で東京大学合格者数が全国一位になることもあった。以下は旧浦和地域にある大学、高等学校、国立中学校の一覧と特色。 埼玉スタジアム2002現在の埼玉市役所付近に置かれた埼玉県市範学校が1937年の全国中等学校集級大会で初優勝し、初めて優勝期が箱根の山を越えて以来、1950年代から1970年代にかけて浦和高校、浦和西高校、浦和市立高校、浦和南高校が次々と 全国制覇し、埼玉県は、静岡県や広島県とともに、サッカーご参加と称された。1992年には、J リーグが発足。三菱重工業サッカー部を母体とし、浦和に、本拠地を置くのプロサッカークラブ、浦和レッドダイヤモンズが誕生した。2006年に、J1 優勝を果たす。さらに2007年、2017年の AFC。 チャンピオンズリーグで優勝するなどサッカーの街としての地位を守り続けている。浦和の本拠地の一つである埼玉スタジアム2002は緑区にあり日本国内最大の63,700人を収容できるスタジアムで 2002FIFA ワールドカップでは日本代表の初戦や準決勝戦などが行われた。2020年東京オリンピックでは サッカー種目の会場となっている。野球では、浦和学院高等学校の甲子園出場回数は23回で、春夏ともに埼玉県内最多であり、2013年の選抜高校野球大会では優勝した。また、日本通運公式野球部は、都市対抗野球大会に40回出場しており、優勝経験もある。その他、プロバスケットボールでは、 桜区の埼玉市記念総合体育館や浦和区の浦和駒場体育館などが埼玉ブロンコスのホームアリーナとなっている。浦和駅東口、浦和がつく、駅東西、南北に幹線道路が走る。旧浦和市駅は現在も残る別所沼や東江門川付近の上谷沼など沼地や河川が多く、うなぎが多く取れた。そのため、 浦和塾周辺ではうなぎをかば焼きにして振る舞う店ができかば焼き発祥の地となった。現在も江戸時代から中山道にある創業170年以上の老舗である山崎や150年の老舗の小島屋など創業100年を超える多くの老舗うなぎ店がのを連ねている。また、浦和うなこちゃんというゆるキャラが 柳瀬隆氏によって作成され、埼玉市観光大使に任命されるなど、埼玉市主導で、うなぎ料理の PR も行っている。浦和駅前や、別所沼公園には、うなこちゃんの石像が設置され、待ち合わせスポットにもなっている。手に持つうちわは季節により取り替えられている。毎年5月には、浦和のうなぎを PR する、浦和うなぎ祭りと称される祭典も開催される。 旧浦和市域にある主な施設を挙げる。学校施設などは上記や埼玉市を参照。桜区では温浴施設を備えたゴミ処理センターである桜環境センター2015年に開業した。浦和区は埼玉県の行政機関の中枢となっており、様々なインフラ設備の本部、政党本部、文化施設、メディアが密集している。 2000年以上の歴史を持つ、超神社や、関東地方の新御衆寺院の中核となっていた、平安時代建立の玉造院など、多数の史跡もある。商業施設としては、浦和駅西口に、伊勢丹浦和店があり、伊勢丹新宿店に次ぐ2番目の売り上げとなっている。東口には、浦和パルコがあり、単体ビルでは、パルコ最大の規模である。浦和駅の駅ビルである。 浦和アトレも開業した。西口再開発地区の高層マンションの低層階に商業施設の建設が予定されている。南区では、武蔵浦和周辺の再開発事業で、超高層マンションの建設が続き、今後は未開発のケーズ電機跡地や、青緑病院周辺の再開発が検討される。緑区では、浦和ビエニ駅前に、 図書館や司書を含む複合施設が完成しており、2020年を目途に、順天堂大学附属病院が開院する予定となっている。浦和西警察署は中央区にある。埼玉市役所、浦和区役所伊勢丹浦和店、浦和コルソ浦和市浦和市出身の著名人、埼玉県立浦和高等学校の人物一覧を参照。ありがとうございます。